皆さんこんにちは、東海です。本日は前回に続き京都に帰る動画になります。現在乗っている列車は京都丹後鉄道から三輪線に直通して京都駅まで行く特急列車の橋立号です。15時51分天の橋立駅を発車します。座席が向いている方向とは逆に発車するんだね。次の停車駅である宮津駅で進行方向が変わるからだよ。だから天の橋立駅時点で座席の向きを変えてるんだよ。山行きの普通列車に接続をします。特急発車後30分後に宮津駅を発車するようだよ。あと先ほど言った通り宮津駅で進行方向が変わります。ご乗車ありがとうございます。特急発車6号京都駅です。先ほどの宮津駅より進行方向が変わり4号車の先頭に運転しております。この先京都南部鉄道線内反対の快速大江山号の宮津口と行き違いです。一両編成だから一瞬だったね。大江山口内区駅で反対列車行き違いのため運転停車です。運転停車ですのでドアは開きません。あと何回行き違い列車遅れてるようだね。そうだね、反対列車が遅れればこちらの列車にも遅れが出てしまう。こういう単線区間ではあるあるだよね。というわけで遅れておりました反対列車が到着です。反対も特急橋立みたいだね。京都駅を14時25分に発車した天の橋立行きの特急だね。あちらもこの駅は通過ですが一旦停車するようだ。京都丹後鉄道の駅に JR 西日本の車両が並んだね。走行途中、福知山運転場横を通過します。実際に車両が止まってるね。列車は福知山駅に到着です。今奥に見えているホームが京都丹後鉄道のホームです。両ホーム列車が止まっているけど両方とも回送同時なんだ。なお、この福知山駅では大阪駅から伸びる JR 福知山線に乗り換えることが可能です。当列車は他列車からの接続や乗務員交代のため11分ほど停車します。列車は福知山駅を発車しました。ここから先は JR 西日本の三輪本線を進んでいきます。連結作業のため9分ほど停車します。連結って増結するの？この綾部駅からは舞鶴線の特急である舞鶴号と並結をして京都に向かいます。綾部駅からは特急橋立及び特急舞鶴として運転します。列車は脇駅に到着です。到着っていうか反対列車行き違いのための運転停車です。この駅では何の列車と行き違うのかな。
やってきたのは、特急車両でしたね。どこに向かう特急なのかな？時間的に多分、特急木の先11号福知山行きと、舞鶴9号東舞鶴行きだと思う。この列車も京都から綾部駅まで並結をして運転をするんだね。あれ？あちらも停車したねー。反対列車と行き違いが終わり、信号が変わったので、列車は再度動き始めました。というわけでこの動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。